やっぱりあなたとは分かり合えないみたいね。あれ、スレイヤさん、どうして酒場に。待ってくれよ、誤解だ。別にそういう意味じゃないって。じゃあどういう意味だというの、詳しく聞かせてもらおうじゃない。あ、二人ともどうしたんですか。 喧嘩は良くないと思うんですけど。そんなのじゃないわよ。単純に意見の相違を徹底的に指摘していただけだわ。それを喧嘩って言うんですよ。一体何があったんですか。いやな、スレイヤって本当に研究とかにしか興味ないだろ。他にも可愛い趣味の一つや二つでも持ったらどうだいって話をしただけなんだが。何よ、 その言い方だと、まるで私の生活がつまらないみたいじゃない。いや、実際つまらねえだろ。気分転換にいろいろとやってみようぜ。裁縫とか料理とかさ。あ、それいいかも。簡単なお裁縫だったら教えられますよ、スレイヤさん。考え方が古いわね。女性だからそういうことをするなんて考え、今時流行らないわ。 どうせならもっと知的な趣味を持つべきだわ。専門外の分野の本を読んだり、自己啓発でもいいわね。おお、全く関係ないと思ってた知識が役に立つことってありますよね。そういうのもわかるぜ。わかるんだが、分かってくれねえかな。もう何を言ってるのかもわからないわ。せめてもう少し考えをまとめてから意見を言ってちょうだい。 時間の無駄ね。仕事が残ってるからこれで失礼するわ。まったく、どうも馬が合わないね。どうせ喧嘩になるなら変なことを言わなきゃいいだけなんじゃ。そうは言うけど、せっかくの美人がもったいないじゃねえか。というものの、本人があの調子じゃ仕方ねえな。そうですか。 仲良くできたらいいのにな。俺は仲良くしたいんだけど、向こうにその気がなさそうなんだよね。そうか、レイファーが軽口叩くから喧嘩に発展してるんじゃ。そいつは否定しないけど、軽口も叩けない仲じゃ仲良くなったとは思えねえな。とはいえ、よく話しかけてくるんだよな。
材料、何にしよう。これでいいかな。よし、始めよう。うん、いい感じ。
ますよ。どれを使おうかな。まだ大丈夫そう。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするよ。どれを使おうかな。材料の力を引き出すよ。選んだ材料を入れたのと同じことにする。どれを使おうかな。火力を足す。どれを使おうかな。どれを使おうかな。便利なスキルを使うよ。どれを使おうかな。よーし、始めよう。
まくいきますように。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするよ。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにするよ。うん、いい感じ。うまくいきますように。どれを使おうかな。風を送る。どれを使おうかな。うん、いい感じ。どれを使おうかな。どれを使おうかな。便利なスキルを使うよ。どれを使おうかな。どれを使おうかな。選んだ材料を入れたのと同じことにする。どれを使おうかな。これ、それじゃあ、いや、どの戦力を引き継ごう。これでいい？これでいい？これでいい？これで完成したよ。もう課題の報告。